たけるなら自分たちのモチベーション上がります。間違いない。マジ上がってくれるんですか。はい、嬉しいね。聞いた時バスで大盛り行ったらいいですよ。おっなんかね、緊張感あるわ。なんかね、なんかすいませんって感じですよね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。やばい、ちょっと僕、開幕前の緊張感思い出してきて嫌になってきます。おこんにちは。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。元気？元気ですね。順調？めっちゃお前こんにちは。お願いします。こんにちは。出たよ。あー、ちょっと来た来た来た。こんにちは。じゃあ相手の邪魔なんで。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。すごい。あ、こんにちは。キャプテン。いい伸びでしたね、最初。いいのね。ウジマリさんのおかげで。だって全部ウージー出てきてた。全部出てくるから。しっかり見ました。緊張感たっぷりですか。高まってきたんですね。そうですね。選手は結構リラックス。監督が一番嬉しい。どうですか、試合前とかはもうスタメンとか頭にあるんですか。まあでも最後の最後の考えです。明日の試合始まるまでですか。もう選手終わってからいきなり監督じゃないですか。難しいですか。難しいですか。すごい気楽だったんだなと思って。それ同じこと言ってるやん。しゃべったり教えるって難しいですよね。うん、ありがとうございます。すみません。明日雨だったらどうなるんですか。ファーストピッチセレモニーあーは16か次の日。あ、なるんですか。もうね、奇跡的にスケジュールあって。よかった。あ、元気ですか。じゃあ雨でもいい、雨でもいい。覚えてくださったんですか。ありがとうございます。光栄です。雨でもいい。それが心配でした。でもほんまにこういう雨でもいいって思う人がいると雨降らなかったりする。逆にね、野球選手あるある。そうですか。うわ、今日中止がいいなと思って中止の気持ちできたら球場の上だけ降らないとかよくあるんですよ。球場だけ。エベさん頼みますわ。でも雨じゃなくても田口さんいるっていうの分かったから。あ、なんかもうだって土曜日もしダメだったらもうカットかなって思ったから。うわ、雨降らんでって思ったけどもう大丈夫です。もう一安心。別に雨でもいいです。もう一安心。そう、ほんまね。来ていただけるなら自分たちのモチベーション上がります。マジ上がってくれるんですか。はい、嬉しいね。聞いた時バスで大盛り上がりしてる。うっそ、はい、すぐさらしいよ。もうみんな忘れてんちゃうかなって思ってたんですよ。良、うんね、かったですね。よかった。爪痕残して。いっぱい緊張してよ、はい、緊張感たっぷりの中ソフトボールやることないから ね、選手のうちがいいよね、やっぱり。なんかないっす。ありがとうございます。ほんまにこんなね、みんなと一緒に緊張感味わうことがないんですよ。まあ両チームそうですけど、うん、緊張感たっぷりでやってるからいつも用意してもらって座れないです。てか お母さんがあ、まあ、連絡くれたりとかね、 YouTube でコメントくれたり、あ、見ません。コメントで YouTube にコメントくれました。コトーの母ですって。ありがとうございます。履正社でもそう、キッテさんやってた。キッテさんの動画の時の差し入れ持ってきますんで、はい、待っててね。はい、一位スポーツさん。はいはいはい、本当にね、本当に、はい、いただきましたんで、はいはい、緊張感あるよ、ね。うん、こんな、ね、開幕前に
見ることってあんまりないやんね。グランドまで降りてそうよ。やっぱ緊張感伝わるんかな。俺が緊張してたけど選手がね、そうみんな明るい、やっぱ明るいままで良かったなって思います。まあ選手はまだかな。現役の時も明日とか来てからとか、俺はだいたい一番バッターやったから、ほんまに試合の15分とか前になった時にほんまに喉カラカラになったりとか、まあ、前日はやっぱ楽しくやりたい。そう、笑顔も、うん、やっぱいいよね。だって監督もこっちも楽しみにできるじゃないですか。約束したことをね逆に達成してほしい。いや本当に本当に、もうほんまにそれで僕らがうわ達成しちゃったって思わないじゃないですか。まあ、ハッピーにこうねお祝いしたい。ダイヤモンドシリーズ、いやー行きたい。そうなったらまたね、まあ、今年何試合タイミング合うか分からんけどね、行ける時行きたいですよね、試合見に。その間にはそれこそ逆に他のチームとかからも対戦、うん、ねえ、シーズン中だけど、ね、ブレーク期間中とかあれば、なんか機会あればそうですね、絡んではいきたいですよね。ソフトボールこうやって知らせてもらったから、うん、ほんまに心底広まれって思うしね。おっと、おやばい、めっちゃ音だ。すいません。おうまい。いける。ミンチが。いける。おやった。出してきます。はい。おらしゃじ。はい。チェンジ。チェンジってことですよ。あー来ました ね、 来ましたね。はい、昨日雨やったっすけどね、はい、いや結構思ったより人多くて、ね、こんな笑顔でさ、みんな伝わるもんね、見てるもんね。可愛い顔してる。ちょうどそれからホームラン打ってくれましたよ、千葉さんの。千葉さん、千葉さん、どうすか、これ来て、かっこいい、はい、かっこいいね。体験を、体験、体験というのをさせてもらいましたけど、そこからもう、完璧します。